ハッシですえっと、2週間ぐらい前に、えー、裏政府カバール、ね、の真実ということでね、全部でや10話、ね、これが、えー、あるよということで、YouTube で紹介しました。そして、えーえー、希望者の方、うん、これぜひもう一回見たいよっていう方には、 手作業ではあったんですけど LINE、えー、を教えてもらえればその教えていただいた LINE にあのその動画を転送するそういうことを、えー、この2週間やってきました、えー、約ざっとですけど100人ぐらい転送することができました、はいでえー、僕が今回言いたいことは、えー この真実を知るってことはとても大切なんですがでも今まで地球が始まってずっとですねこのことがこの悲惨なことがですよずっとずっと過去から今まで今日に至るまでずっと行われてきたということです。わ <laughs> かります、うんえー、儀式です生贄の儀式こういったことが本当に行われていた。もう 極悪非道極まりない想像を絶する想像の域を超えるそういったことがまかり通ってたんです。それもね権力者、ね、ホワイトカラー、ねうん、ほんのごく一部のセレブこういった人たちが、ね、表向きは本当にスターだ、ね、政治家だね。<laughs> 会会社社社のの立派な上場会社の社長だこんな人たちが、ね、実は裏で大変なことをやってたこの真実がバレたそれが、えー、と警察もそれから裁判官も、ね、全てがやってたってことがもう明確に分かった <laughs>、うん、だから表向きは、ね、三権分立っつって政治それから裁判それから 警察って全部分かれてて、ね、お互いがチェック機能があるなんてやってたけど裏では全てグルだった <laughs> これは、えー、日本に限らずアメリカもヨーロッパも全,全世界で行われていたと、ね、そういったことでも世の中は全て嘘だらけ「医職銃」「異性、狂禁」全てが嘘。<laughs> ここれが、えー、分かったとということですまあ、えー、そういうことの中にあって一つ皆さんに考えていただきたい。本当に神がいる。本当に創造主がいる。本当に地球を作ったゲームマスターがいる。としたならばどうしてそういう人たち神創造主はこういった悪魔の人たちを長年 ね、こんなに野放しにしてきたのか疑問に思いません疑問に、うん。不思議だと思いません本来、ね、神である崇高な神であればこういう人たちを本来は許さないだろうと、ね、野放しにはしないだろうというふうに僕はずっと思ってました。うん、その疑問が ずっとありましたけれども数年前にこの何ていうのか謎が僕の中では全てが解けたんです。全てが解けた、うんね、なぜこれは一人一人の魂を磨くためだったんです。わかります魂を磨くために、ね、必ず悪役がいなかったらできなかった。 自分のことを、ね、責める人がいないい。ななと、とは磨かれない、ねうん、自分のことを、ね、命がけで何て言うかこうおとしめようとする借金自国にさせよう騙そう、ね <laughs> うん、少しでも橋本から金を奪おうとか、うん、あとは健康、ね、体が具合が悪くなって不自由な体で生活をするだとか。 もうとにかくありとあらゆること、うん、嫁と姑とか <laughs>、ね、骨肉の争いとか <laughs>、ね、こういったことそれの極めつけが戦争、ね、人の殺し合いを正当化させるんですよ国同士が、ね、そして正当化させといて、ね、人と人を殺し合いをさせるっていうことをやるんだよ <laughs> 平気でやる。 こういったことが長年ずっと続いてきた。だけど、これはすべてが一人一人の魂向上、ね、三玉磨きの気づきのためだったんだよ。わ <laughs> かるここだよ。だから、三次元的なね、えー、石屋の暴露、デクラスとそして、えー、心、一人一人の の磨きこれがセットだったのこれの最後の最後の集大成がこれからやってくる <laughs> まだ間に合う御霊磨き改、うん、心するかしないか、うん、まだ間に合う、うん、だから本当に気がついた人もう今日からすぐにでもいいから始めてもらいたい 本当に初めてもらいたいた、うん、これはあの宗教の枠なんか関係ないよ、うん、どこどこ宗教がこういうこと言ってるからっていうことじゃないよもう宗教なんかなくなるんだよ宗教そのものがね石屋によって全てコントロールされて私たちは洗脳されたんだからね <laughs>、うん、その宗教じゃないもっと上のもっと崇高なる、ね、創造主と自分が1対1だよ 間に教祖もいないなよ宗教団体もないんだよ。間に何もない。直だよ。直。ね、創造主、ゲームマスターと自分がつながる。一対一でね。その向き合う。ここだよ。こういった意味のゲームマスター、神様。そっちのこと僕言ってるんだよ。全然違うんだよ。ということで。 えー、まあほんとねまあピンとくる人そうだな、うん、この僕の動画を見てくださってその、えー、見てくださった中の10人に1人ぐらいがピンときてくれればおんのじかな <laughs>、うん、でもとにかく、えー、発信しないとねこういったことを何、えーえー、て言うか YouTube でアップしていかないと、えー、なかなかそういう声がね 届かない。だからまあ僕やってるわけなんだけれどまあ、えー、とにかくとにかく一人でも多くのした人が僕の話を聞いてよしよしもう根瀬でこの魂磨きの、えー、テストを終えよう卒業しようね神様と約束して徹底的に自分の魂を向上させようそういうふうに思う人だけ。 えー、ピンと来てくださればもうこれだけで僕としては大儲け <laughs>、うん、それと同時に僕はこの学校ね見た磨きの学校を作りましたのでご興味のある人は僕の方の個人 LINE にそのやりたい胸勉強したいっていう胸の意思表示のための LINE ひお待ちしてます。 どうかよろしくお願いします。みんなで「アセンションアセンション」ね <laughs>、うん、寝ても覚めても「アセンションアセンション」でいきましょう <laughs>、うん。朝からノリノリの箸です。<laughs>